どうも、こんばんは、エンドです。今回は東京グルリインボーク同窓会って感じですねを、S やっていきたいと思います。ですね、A はやって白黒が相手なんで、今回10増2枚体制でジェイソン10増2枚体制でやっていきたいと思います。フレンドの10増これ5凸してるんですよね。びっくりしたっすね。しかも最後の1個アタッチメントつけてないっていうもったいないね。おーっとっとっと、これね、まあ A はオートでやるんでいいんですけど、これ見てないんだよな。1000アップ麻痺状態で出して、おっと待って、麻痺対策してない。まずでアタック2000アップ、アタックダウン無効と、こっちが麻痺無効流血無効混乱無効 50% の確率ガードだるいやまあ可愛いんだけど、この、まあ、お前クロナのアイコンめっちゃ可愛いんやけど、とりあえずクロナからしばいていくか。アタッカーがアモンしかいねえ。マジ、こんなすぐやれるもんなの。やって、あいつ流血無効でだるいからとりあえずアモン覚醒させるか。一回、出そうかな10増。はい、でどっちから倒すのが正解なんだ。でとりあえずクロナ毎ターン剥がねえと、あのアタックアップはだるい。何 ?105 永久に最近永久に自分のさ体力上げてくるやつ多すぎ問題なんだけど、せめてアモン君でやってやりてんだけど、ほらよ。マドさんのバフをかけたいところであるか。スキブ使ってクロナをしばきましょう。スターバーストストリーム578310。あ、まあでも減るっちゃ減るんだね結構。いや窓さんにはねガードのやつもつけてるからだいぶやると思う。 あやべえな、今回何のけてきたんだっけ俺。歌か、歌のけてきたのか。歌の方にあれだな、アキラの回避スキルのあれつけてるな。どうしよっかな。こことりあえず重装でいっか。んで使って、あいつ常に出血してる、かわいそう。あ、両方とも、あれこいつ出血部剥がしたからあれか、いいんだな。アモンで殴る。アモン一回下げないと、これあれだよな、たまんないから一回下げて、まあ、もったいないけど出して殴る。まあ多分こいつ次二頭クラが溶けちゃうから、まあ、今のうちに与えられるだけダメージ与えて、いやーさっさとクロナの方しばきて 50% ダメージプラス麻痺HP。 お前何やってくれてんの、ちょそれはさすがにだるいぞ。でザン、あーここ一旦無駄になっちゃうな。まあいいや、ここアモンを6ターンスキブ使って6ターンの2頭クラにして、とりあえず窓さん動けないから、まあこれで、いやなんか変なことしてこないで、変なスキル使ってこないで。アモンもっと避けていいよ。お前ね 100%、 次はお前 150% か。UT4500 か。まあ重装の出血が20万か、そんな食らうのね。とりあえず重装やって、でジェイソン打って、アモンいやー窓さんのバフ打てねえな。ザン72万。あとちょっとでしばけるな。これアモン出せばもしかしてしばけるパティンのやつじゃね、いけるんじゃね。押せ。おいよし、最後の一発でまあちゃっかりかっちりクロナを落としていく。お前怖くねえぞ、お前もう怖くねえぞ
構白の、あ、ナシロの方は勝てんのに、黒な白なって言っちゃうよね。おら106万ってなんだ。あ、今銃像出さなくてもよかった、しくり申した。次右の銃像で殴ってスキル打ってアモン出して、しばいてって感じだな。ガード率 100% アップ、ふざけんなし。まあ、ガードされてもやるけどね。ザン関係ないけどな。この攻撃食らった時のグワッワッチワッチみたいなのすげえかわゆい。よし、まあ最後はね、あーでもスキルで決めてやりたいと思ったけど、アモンスキル打つ暇あるかな。ブレイクしたら死ぬんじゃねえかあいつ。あ、全然大丈夫だったわ。吹き飛べスターバーストストリーム。116万、 OK OK。 まあ今のドンキーコング64の最初ゲームスタートする時のモノマネなんですけど、同窓会って感じですね。これ、あ、銃像が、あ、なるほどね、銃像が落ちるのね。ということで、同窓会って感じですねの S でした。今回はフレンドの、ごとつ銃像を使って、クリアしてきました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。